皆さんおはようございます。今朝はね、昨日と打って変わってむっちゃ寒いです。寒い、ほんと寒い。まあ、雲とかはね、空の様子はね、昨日と同じくらいなんですけど、で昨日はこの後ね、すごい雷雨になったんですよね。雷とかね、ガンガン光ってね、もう土砂降りでした。どうやらね、落雷もあったみたいで、停電もしたようですよ。私はちょっとその時出かけてたんですけど、パソコンがね、もう全部電源落っこちてましたんで、おそらく停電したんですよね。一応猫に聞いたんですけどね、停電したのかにゃーって聞いたんですけど、にゃにも教えてくれませんでしたね。おにゃって言ってましたけどね。それでね、あの NX5R、 あれの修理見積もりがね、やっと来ました。ソニーさんから2万円って言ってましたね。すっごいアバウトな数字ですよね。2万円って言ってましたよ。消費税はまあ1000円かかるのかどうかわかんないですけど、まあひょっとしたらもっとかかるのを2万円にしてくれてるのかね。それともまあ2万円以上だとね、直さないんじゃないかって言って2万円という価格設定してるのかわかんないですけど、まあ液晶交換で2万円でしたね。まあ、あの修理依頼はしました。あのカメラはね、サイズとかデザインとかね、気に入ってますんでね、まあずっと使いたいと思います。でも本当はね、別のカメラ買っちゃったんですけどね。まあ何かはね、またそのうちお教えしますけど、まあ、高いカメラじゃないですよ。新しいカメラじゃないし、買いました。今日はもう11日ですね。今週末になるともう世間はクリスマスムードなんですかね。だから来週はもうね、天皇誕生日とかクリスマスイブとかですよね。だから早いですね、本当ね。まああっという間ですね。でもプレゼントまだご用意してない方、急いだ方がいいですよ。あのもう私はもうね、プレゼントってする相手がいないからどうでもいいですけど、まあ相手がいた頃はね、もう必ず11月にクリスマスプレゼントは買ってましたから。そうしないとね、サイズとか色とかね、いいやつってなくなるんですよね。まあ、セールとかは始まるとかあるんですけどね、まあ、どうなんでしょうね。まあ、まだね、クリスマスプレゼント、お子さんとかね、ご家族とか恋人に、ご用意されてない方、急いだ方がいいです。寒いですね。しかし今朝はちょっともう朝日はね、もうごめんなさいかもしれません。風邪ひきそうなんでね、ちょっと朝から仕事もあるんでね。実はもうこの前に一件仕事こなしてきましたからね、朝の5時に査定してきました、1台寒い。それでは皆さん、風邪などひきませんよう、良い一日をお過ごしください。チャオ。